出て3日間ぐらいは PV 数10倍ぐらいになって、フォロワーさんが300人ぐらい増えたんですよ。インスタとブログがめちゃくちゃ相性いいよみたいな話をしたいなと思ってて、はい、2回目の登場ですね。そうですね、はい。なかなかないですよね。いや、今後でもこう対談出てくれた人の今後というかね、その後を追おうと思ってるんですけど、はいはい、なんで今回あの2回目出てもらったかっていうと、はい、まあ、対談出て何かそこで、はい、まあ、いいこと悪いことあるかなと思うんですけど、はい、なんかそこで反響とかがあったみたいなのを聞きたくて、結局、はい、それがあるんだったら、あ、じゃあ自分も対談出てみようかなって、対談出てみる人が増えるんじゃないかなと思って、はい、そういう思いがあって、はいはい、あ、じゃあちょっと早いけど2回目じゃあ出てもらおうっていうことで今回のこの対談につながってます。ありがとうございます。あと、はい、本当に反響がありすぎて、あ、本当ですか。そうです、前回の対談がきっかけで、うん、本当にたくさんブロガーさんとつながったんですよ。いつでしたっけ、2ヶ月前ぐらい、ね、3月の頭ぐらいでしたね、ちょうど2ヶ月ぐらいですね、うん、そうですよね。で、多分今回この数週間の間に応募されている中で2人ぐらいは、はい、あの、僕があのおすすめしました、絶対出た方がいいので。本当ですか。はいはい、いや、それぐらい本当に反響がすごかったです。動画が出てすぐぐらいですか。そうですね、あの、動画出て3日間ぐらいはその公開前から PV 数10倍ぐらいになって、うん、へ、インスタはフォロワーさんが300人ぐらい増えたんですよ。へえ、そうですよね。すごいですね。で、なんかその PV 数もまあ一過性のものだろうなと思ってたんですけど、うんうん、それ以降も割と高い水準でキープしてて、はい、目に見える数字でまずは大きく反響あったなっていうのがありました。PV 数も確かに話を聞いてると、まあ、動画出た時は増えるっていうのは分かるんですけど、はい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 、まあ、そのある程度人に見られてるから、その人が概要欄とかからそうです、ね、ブログに行くっていうのは分かりますけど、はい、でもそれがキープし続けるっていうのは何なんですかね。当然その3月ってその影響があったんで、実際に PV 数の中の内訳で見ると YouTube はほとんどだったんですよ。はい、でもそこからなぜか、まあ、比率は当然落ちたんですけど、うんうん、オーガニックの検索がすごい伸びてて、はいはい、あとはその指名検索がめっちゃ増えました。あ、なるほど、はいはい、それは確かに大きいかもしれないですね。そうですね、多分指名検索3倍ぐらいになったと思いますね、3月から4月って。なるほど。なんかそのジャンル的なところで言うと、別に僕がなんか自分のあれを落とすわけじゃないんですけど、はい、時期的なところもあるんじゃないかなちょっと思うんですよ。ああ、なるほど、はい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 、要は暖かくなってきたってキャンプやろう、はいはい、で調べる人が、検索需要自体が増えてて上がってる部分もあるんじゃないかなと思ったんですけど、はい、まあでも指名検索みたいなのはあの季節需要で増えるもんじゃないんで、はい、YouTube の効果があったかもしれないって。そうですね、これは一番僕の中ですごいこう感謝したい部分なんですけど、はい、あの、前回対談の時に、まあ、なんか 2,3 年後ぐらいにそのキャンプ場とかあのアウトドア施設の運営やりたいみたいなお話したと思うんですけど、はい、言ってましたね、まあ、はい、あのブログ、あの対談とブログを見た方からご縁があって、はい、経営状況が苦しいキャンプ場の再建計画、うん、に、うん、携わらせていただくことになったんですよ。へえ、再建計画すごいですね。で、なんかもともと志願運営していたキャンプ場なんですけど、うん、何十年も全然収益化してなくて、うんうん、でそこの利権が地場の企業さんに移ったんですけど、うん、でそこの企業さんも全然キャンプのノウハウがなくて、誰かそこに移ったの分かんないですけど、でなんか誰かノウハウある人いないんかみたいなところで、たまたま身に留まったみたいで、うん、一応なんかそのアドバイザーみたいな形であの入らせていただくことになって。へえ、すごい。数年先に考えてたことがあの対談がきっかけでこの2ヶ月ぐらいで実現しました。そんな形で実現するとも思ってないんですよね。はい、多分そのルートって分かんないですけど、なんか経営の当事者ではないものの、うん、なんか今後それをやっていきたいみたいな思いがある中でそこに携われるのはめちゃくちゃ経験として大きいので、はい、うん、はい、すごくありがたいですね。じゃあそれも進んでいるところですか。そうですね、あとはその前の対談でもブログを始めて1年後ぐらいにその映像とか、うん、まあ、カメラとかの事業もやっていきたいとお話したと思うんですけど、あ、はいはい、それも割とすぐにあの依頼が来て、もうそれはもう仕事として、でそれも、はい、お仕事につながりましたね。それは、キャンプ場からの依頼ですか。そうですね、キャンプ場からと、あとはアウトドアショップ。あ、2つあるんですね。はいはい、
なるほど。あとは個人の方もあります。インスタのフォロワーさんで、まあ、出張撮影みたいな、うん、撮ってほしいっていうような依頼もいただいて。なるほど。そうなんです。そんないろんなことがこの2ヶ月ぐらいで。いや本当にめちゃくちゃ濃かったですね、この2ヶ月は。まあ、対談に出てよかったって言ってもらえること結構多いんですけど、はい、いろいろ反響があるっていうので、はい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 、でも実際にそういうのがなんか詳しく聞くことってあんまりないので、はいはいはい、意外とすごいんだなと自分でも思いました。本当にすごいですね。なんかその今回出させていただきたい、もちろんその中地さんがじゃあどう思うかなって考えた時に、はい、いや早すぎるだろっていうのは僕もすごく感じてて、うん、でなんかとはいえこの2ヶ月で起きたこと本当にすごくて、ブログ自体の収益はそもそもアフィリエイトとかやってないのでほぼ、はい、アドセンスがちょっと伸びたぐらいなんですけど、うん、やっぱそれ以外への反響がやっぱすごく大きかったんで、はいはい、なんかこれはまあお礼も兼ねて報告させてもらいたいなっていうのがありました。ああ、いやそれはでもすごいありがたいです。はい、インスタとかそういうのを見ててもずっと映像だったりとか、はい、そういうの上がってますよね。そうですね、はい、情報と一緒に映像も合わせて、まあその仕事で行くやつもあればなんかプライベートみたいなんで遊びに行く時もあると思うんですけど、はい、動画出てからの2ヶ月もいろんなとこには行ってたんですか？もうずっと行ってますね。めちゃくちゃ驚いてます。はい、いやけどやっぱりその奥さんもこうやってこう形になってきてるじゃないですか、うん、今こうお仕事としていただけたりとか、はい、うん、だからなんかその応援してくれる姿勢がすごく変わって、うん、割と心よく送り出してくれるにはなってきたので、だいたい毎週どこかしらは行かせてもらってますね。それ一人で行くんですか？まあただやっぱりなんていうんですかね、僕が発信してる情報ってどっちかというとそのファミリー層向けなんで、うん、確かに家族で行くからこそ気づけることってすごく多かったり、例えばそのキャンプ場の映像を撮るにしても自分一人で行って撮るよりもやっぱ家族、うん、子供が楽しんでるところ一緒に撮る、確かにの方が全然なんか伝わり方が違うなと思ってて、ね、うん、はい、極力家族で行くようにはしてます。ああなるほど、はい、忙しいですねそう考えると。そうですね、めちゃくちゃ忙しいですねなんかちょっと今までやっていたことだけじゃなくて依頼を受けてキャンプ場の紹介をしたりとかそういうのも入ってくると、はい、そうですね、このゴールデンウィークも2件ぐらい依頼いただいて、へえ、はい、取材に行きます。やっぱ違います、そうやって依頼を受けて取材するのと自分で取材するの、はい、あ全然違いますね。それはいい意味ですか？あいい意味です。前まではどっちかというとあどうぞ自由にどうぞみたいな感じだったんですけど、はい、今ってなんかその割とやっぱブログとかインスタが名刺代わりになると思ってて、うん、例えばこっちからアプローチするときもこういうブログやってるんですってこう見ていただくだけでやっぱりぜひって言っていただけること多くなりましたし、うん、なんか自分のブログとかそのインスタの優位性、他のアカウントとの違いみたいなところで言うとやっぱり情報の濃さだと思ってて、でそれって例えば、キャンプ場のオーナーの方からそのキャンプ場を経営するに至った経緯であったりとか、なんかどういう思いでやってるかとか、うん、まあ、そこまで書いてるブログってほぼなくて、うん、確かに許可いただけるんだったら僕オーナーさんの写真も絶対ブログに載せてるんですよ。なるほど。なんかその顔が見えるだけでなんか全然印象が違うっていうのは僕自身、そうですね、ということで、なのでやっぱりそういうのができるようになったのですごく僕は、はい、良くなってるなと思います、ね。はい、確かに勝手に行くとまあそれこそオーナーさんの写真もそうですけど勝手に撮って載せるわけにはいかないですもんね。はい、はい、そうなんですよ。だ今は基本的には事前にインスタでやり取りがあって、うん、でいつ行かせていただくかっていうのを決めて当日、まあ、時間30分ぐらいもらって、うん、いろんなお話聞いたりとかっていうのをしてます。もう本当に取材ですね。いやそうなんですね、もうもはや何が仕事か分かんなくなってきたんですけど仕事ですよねもはや。はいはい、これはこの前対談に出てくれた、よりみちさんっていう福岡のグルメブログ、はい、ああ見ました見ました、はい、ああありがとうございます、はい、なんか近いなと思ったんですよ、はい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 、2人がやってることって、はい、ただ行って写真撮って終わりっていうか、はい、こうちゃんと取材しているというか、はい、お金のためにやってるってもちろんそれはそれであるけど、はい、でも向こうのことを考えてちゃんと話を聞いたりとか写真撮ったりとか、はい、コンテンツ作ってる感じがすごいするんで、はい、まあ、それもやっぱり向こうからしたらありがたいって思うんだろうなと思って、
あんまりね、なかなかやっぱそういう人いないんで、そうですよね。どうしてもブログのために写真撮るというか、はい。相手のためにっていうか、結局それ自分のためじゃんみたいな、そうですね。はい。なんめっかそちゃわうかなりりまがちす。ですよね。なはるい。べく手間をかけずに、とりあえず写真撮っときゃいいやみたいはいはいはい。な なんかそんそうななん感でじになすりよ。がちなんで。はい。なんかそれは結局僕もインスタとかやってて、企業さんとかがやってるキャンプ系のメディアとかで言うと、その個人のキャンプやってる人が投稿された写真をまあ集約して、それをなんかまとめ記事みたいな感じで投稿するんですけど、やっぱりなんかその一次情報じゃないんで、濃さはあんまりないんですよ。なんか網羅的には分かるものが。なのでなんかそことの優位性って考えた時に自分にしかできないことっていうので、そこまで情報取りに行こうみたいな。なるほど。企業から取材行ってほしいとか、そんなのもありそうですよね。キャンプメディアから。なんかあれそうもいうの嬉しいなでかすなよかできね。ないんで、てかそんなんできるんだったら多分みんなやってほしいと思うんですけどね。そうですね。まあでもなんかやっぱりブログって少なからず関西でもたくさんキャンプのブログやってる人はいるんで、そうなんですね。かそことカニバってもやっぱりしょうがないなっていうので、そういうやり方をしてますね。なるほど。まあ、関西在住のキャンプブロガーさんとのつながりってあるんですか？ありますね。でも、関西に限らず、割と全国で関東の方とかはつながれるようになって、いろいろ情報交換したりはしてます。逆になんか、相談を受けることが増えてきて、なんか実際にこう対談させていただいたその環境で、メッセージいただくことすごく増えて、まあ、同じようにブログやってる人とか、あとはまあ、キャンプのそのインスタでフォロワー数万人いる方とか、やっぱりいて、すごい。で、皆さんと話すんですけど、正直誰もそのマネタイズしてないんですよ。なんかキャンプの案件って、例えば楽天とかアマゾンで商品売ったりとか、なのでやっぱり単価自体はすごく低くて、で、それこそ PV が10万以上ある方とかでも、月の収益がまあ、数万円みたいな。なるほど、きついですね、結構。そうなんですよ。なので、その中谷さんとかの対談を見て、なんかどうやったらこれをマネタイズできるのかみたいな相談をいただくことが増えてきて、そういうつながりで割と情報交換したりとか、それこそ来週は多分キャンプブログって調べたらもう企業の次ぐらいに出てくる方なんですけど、その方が静岡から会いに来ていただくっていうので、それははい、そこ何する？で、会って情報交換ですか？ああ、そうですね。で、僕自身もやっぱりその方自身は僕よりも全然ブログは数段、なんですか、質も高くて、すごく見やすいブログで、ご自身はそういうブログのことを教えていただきたいと思ってて、で、その方はどっちかというと、まあ、それを基盤にして、どうやってマネタイズしていくのかみたいなところの、相談がしたいっていうので、お会いすることになりました。キャンプのマネタイズ部分は結論出てないというか、 そうですみんなね。どうすればいいっていうのが分からない状態が続いてるってことですね。で、そういう方めっちゃ多いと思います、キャンプは特に。なるほど。確かにどうするんだろうな、いろんな選択肢ある気がしますけど、でもそんなにいわゆる ASP のアフィリエイトみたいなのはないっていうことですよね。そうです。なので、インスタで本当に数万人フォロワーいる方でも、大体企業の案件って商品提供だけなんですよ。このうちの商品提供するから PR してねっていう、そこにあんまり金銭は伴わなくて、だからキャンプ動画めっちゃ増えていくけど、お金にはならないっていう、フォロワーもそれで増えてはいくものの、なかなかマネタイズにつながってないっていう方が多いですね。数万人でもそんな感じなんですね。なので僕はそれ結構びっくりしました。もうちょっと増えないといけないのかな。いや、多分ね、数の問題じゃないと思ってて、で、なんかどっちかというと、まあ、取りに行き方というか、なるほど。割とそのキャンプ場とかアウトドアショップでも、そのインスタとかで広告見かけること多いんですよ。で、例えばなんかそのインスタって割とターゲットは絞れるんですけど、じゃあ僕をフォローしてくれてるフォロワーさんって、まあ、今でだいたい5000人ぐらいいらっしゃるんですけど、9割方関西に住んでるキャンプが好きな人たちなんですよ。なので、そのキャンプ好きに対して広告を出したい企業さんからしたら、そのめちゃくちゃ純度が高いというか、だからなんかそこに PR を出すなんかメリットみたいなものをちゃんと明示できれば、案件としては絶対いただけると思ってて、そういうのを多分、数万人いる方とかがやりだしたら、稼げる、マネタイズはできると思います。費用対効果が合うかどうかだけなんで、それが分かれば
全然お金もらえると思いますよね。はいはいはい。これ対談の中でも言ったかもしれないですけど、はい、そのキャンプ用品とか扱ってる会社、ワクさん、ああそうです、はいはいはい、言いますけど、でも広告出してると思いますけどね、そういう、はい、いわゆるインスタグラマーとか、はいはい、インフルエンサーみたいな人に商品提供もそうだし、お金出してやってもらってると思いますけどね、はい、ああそうなんです、ね、だからそういういい出し先があるんだったら、はい、向こうとしても助かると思うので、はい、広告出したい人がいて、広告出してほしい人がいて、はいはい、そこのマッチングがうまいこと成立するんだったら、はい、まあ、あとはそれをどうするかっていうところで、例えばうまいことをその費用対効果を測って、まあ1回目はじゃあ商品提供だけでやりましょうみたいな形でやって、はいはい、じゃあそれでよかったらじゃあ2回目広告費っていう形でお金をもらってやるとか、はい、まあそれでもいいのかなとも思うし、それだったらお互いに何かいくらなのかってい う, こう探るようなあれもないんで、はい、こうなったからこのぐらいの金額だよねっていうのを、はい、最初に言っちゃえば、まあ、それでいいのかなと思うんでね、はいはい、そんなのもありな気はしますよね。そうですね、多分その選択肢を多分知らないというか人は結構多いと思います、そのインフルエンサー側で、うん、企業からしてもそんな先んじて金額出しますっていうよりかはもちろん無料でやって商品提供だけでやってくれた方が絶対企業としてはありがたいと思うんで、まあ、そこに対してきちんと効果も測って2回目3回目っていう風に形でつなげていける方が増えたらいいなと思います。なんか知り合いの人って例えば数千人から数万人ぐらいのフォロワーのイメージですか、インスタとかだったら。そうですね、そういうお話する方は1万から2万ぐらいの方が多いですね、はい、いやでも出したいと思うと思うけどな。そうですよね、一回あれしてみましょうか、話をしてみましょうか。ああぜひぜひ。どんな反応するかちょっとわからない、もうそういうのやってないって言われちゃうかもしれないんで、はいはいはい、だからそれができれば多分なんかみんなにとっていい形だと思うので、はい、情報発信する中で見えてきたことが、はい、キャンプ場とかってあの割とその SNS とかインターネットが苦手な世代の方が割とオーナーさんとかやってることが多くて、うん、なのでその発信力があんまりなくて経営状況的にまあちょっと困ってるっていうところと、はい、一方でそのインフルエンサー側で言うと発信力めちゃくちゃあるけどマネタイズできてないみたいな、なんかそれこそさっき言ってたそこをまあうまくつなぐよう な, なんか仕組みがあるといいのになとかっていうのを思ってます、ね、あとはまあ今どうしてもその個人でやってる以上この手の届く範囲が関西圏っていうところなんで、確かに、そうですよ、だから今後より広げていくこととかも含めて考えてはいて、個人のブログとしてやっていくのか、もうそれこそもうメディアとして事業としてやっていくのかみたいなところも含めて今まさに検討中ですね。なんかあるんですか、うん、こうしたいみたいなあのなんかこれは中井さんに相談したいなと思ってたところなんですけど、はい、今ってその自分が取りに行ってる一時情報だからこそ価値を感じてもらえたりっていうのは絶対あると思ってて、うんうん、でそのエリアも関西で絞ってるからこそこうフォローしていただきやすいと思ってるんで、なんかその安易に広げに行くことは違うなと思ってるものの、なんかなんとかこの質をちゃんと担保しながら広げていく仕組みは作りたいなと思ってて、うん、キャンプメディアみたいなものを作ることも検討はしてるんですけど、なんかもうすでにあるっちゃあるんですよ、やっぱ企業さんとかがやってるのが、うん、そうですね、まあ、だからあんまり二番煎じみたいなことはしたくなくて、きちんとその優位性みたいなものが確立できたらやろうとは思ってるんですけど、もともと中井さんも2014年ぐらいは個人でやられて、その翌年ぐらいに法人化されたと思うんですけど、はい、そうですね、これを法人化したきっかけというか背景みたいなところをぜひ教えてもらいたいなと思ってて。あ、僕がですか。そうです、そうです、個人でやってるところから事業化した。あ、なるほど。それで言うとね、多分全然参考にならないと思うんですけど僕はもともと会社やるっていうのはもう決めてたんですよ。はいはい。その学生時代から決めていて、はい、それがいつのタイミングかっていうだけの話だったんです。はい。大学卒業してサラリーマンやります。はい。で、その時もサラリーマンをやるか、そもそもそのまま会社を作るかの二択だったんです。はい。一回サラリーマンをやろうってサラリーマンやったんですけど、はい、辞めました。はい。でも辞めた後、まあバタバタするんでそんなにすぐ会社も作らずに個人でやってたんですけど、うん、個人で終わるのか、はい、会社を
作ってある程度の規模まで育てるとかっていう時に、はい、まあ、僕はどっちかっていうと個人よりはもうちょっと大きな規模でやるっていうのはもう決めてたんで、はい、だったら遅かれ早かれ法人化するんだったら法人化しちゃえばいいじゃんって法人化したんです。なるほど。だから売り上げなんてほとんどなくて、はい、50万とか多分そんなんでも法人化してる。なるほどなるほど。まあ、法人っていう方が自分のやる気も出るし、何かをする時でもやっぱり法人の例えば株式会社僕だったらメリルの中島ですって言える方が何かの交渉事がスムーズに進むとかっていうのがあるんで。いやそれは絶対そうですよね。うん、まあでもそれこそね、取材に行く時でも名刺に会社の名前とか代表って入るだけでやっぱり向こうに与える印象全然違うと思うんで、はいはいはい、そういう意味でも結構ね違うかなとは思いますね。そうですよね。やっぱりそこはすごく僕も感じていて、取材行くときに今名刺がないんで、うん、なるほど、はい、まあ、なんか事前にインスタでやり取りしてるからこそ、あの凌介さんねって分かってもらえるんですけど、ああそうですね、それが名刺代わりになるからいいですよね、はいはい。まあ、とはいえなんかきちんとそういう、まあ、野望というか、まあ、法人さんだから法人格みたいなものは持っておきたいですね、うん。まあ、あんまり良くないかもしれないですけど、はい、会社なんて作っちゃえばいいと思っちゃう派なんで、はい、なんでみんな会社作んねえのってすごい思っちゃう人なんですよ。あそうなんですね。なんかすごい慎重になる人って結構いて、まあ確かにそうですよね。なんかこのどのタイミングで会社を作るのが節税になるかとかはいはいはい、いやそんな金額で会社作っても損するだけだから会社作んないで個人でやった方がいいとかっていう人いるんですけど、うん、多いですよね。いやなんつうかそんなのどうでもよくないみたいな税金がとかってそりゃ何億円も儲かってるんだったら確かにそのタイミングによってかなりの金額変わると思うんで、はい、それは気にした方がいいけど、はい、でも はい、そうじゃないんだったら、はい、なかなか数十万とか、はい、でもそれ長い目で見たらいや頑張ろうよみたいな、そんなちっちゃいことも良くないかって思っちゃうんですよね。はいはいはい。その中瀬さんが思う法人化するメリットって何なんですか、うん、さっき言ってた信頼みたいなところと加えて何ですかね。でもやっぱ信頼の面とお金の面、あとモチベーション、いやそれめっちゃでかいだと思います。やっぱ自分で会社をやるっていう以上逃げれないとかそういう環境に自分を身を置くことはすごい重要だと思います。名刺にだから会社名と代表って入るだけで確かにいいじゃん、ね、価値ある気がしますけど確かにそうです。くだらないって言われりゃくだらないんですけど全然でもいいなと思いますけどね、はいはいはい、それでも、はいはい、特にその取材とかしていくとそのキャンプ場のオーナーの方の顔とかすごい浮かぶんですよ、いろいろやっていく中で、うん、なんとか力になりたいとか、はい、ただやっぱりさっき言ったみたいに自分個人でできるには手の届く範囲も限られてますし、うん、なんか僕がその今後やっていきたいことで言うと、まあ、その今起きてるその情報の非対称性みたいなものを何か仕組みとかで解決をして、うん、で結果的にキャンプ業界全体が潤ってキャンプでご飯食べれる人が増えるみたいな、なるほど、なんかそういう世界観を考えてるんですけど、でもやっぱりそれを目指そうと思ったら個人のブログで限界があるってすごく思ってるんで、はい、そうなんですよ。だからちょっとそこは事業化して、まあ、法人化も含めてこの1年ぐらいでできたらいいなって感じですね。あでも割とすぐですね。すぐですねそう考えると、でもなんか前まではその中井さんと対談するまでは割とそういうのって 2,3 年スパンとかで考えてたんですけど、はいはい、2ヶ月でここまで状況変わることをなんか体感したので、ああなるほど、なんかそれも結局自分が腹に決めてやればできるやろっていうなんか感覚に変わりました、ね。うん、1年後ってなったら確かにどうなってるか分かんないですもんね。分かんないです。2ヶ月でこれなんでかける6したらもっと全然違うことやってるかもしれないし、確かに、あとあれですね、法人化のメリットはトラブルが起こった時の責任っていう意味では法人ある方がいいかもしれないですね。基本的に個人って有限責任なんで、はい、で法人だと有限責任なんで、はい、例えば損害賠償とかあった時に、はい、もう法人でやってたら法人で払いませんってなって法人潰しちゃえば終わりなんで、はい、ただ個人の場合はもう個人で資産持ってると、そこから損害賠償しないといけないんで、はいはいはい、だからその無限責任っていうのは結構でかいかなと思いますけどね。リスク観点はあんま考えたことなかったですね、うん、確かに。まあ借り入れとかありゃあれなんですけどね、はい、大体借りるときは代表保証で代表が個人で保証するんで、はい、会社潰れてもこの借りた分返さなきゃいけないとかがあるんで、はい、全部がなくなるわけじゃないですけど、はい、何からやっていくかが本当に難しいですよねはい、はい、まあ、今みたいな状況になっちゃうとやれることはいろいろあるし、はい、やった方がいいこともいろいろあるけど、はいはい、何から手をつけていくみたいな、
いや本当そうですね。結局はでも今やってることの延長線上なので、何をやるかって言ったら今やってることをなんか続けていくしかないと思ってて、はい、でも本当にそのインスタとかブログのおかげでいろんな方とつながって、うん、なんかそれこそ兵庫県で飲食店何店舗も経営している方で、そのキャンプがめちゃくちゃ好きな方とからメッセージいただいて、いやなんか自分でもそういうのやりたいと思ってたけど、うん、なかなかそういうのチャレンジするきっかけがなくて、うん、であの応援したいっていう声があったりとか、すごい、そうなんですよ、そういう方 2,3 人ぐらいつながって、そうなんですよ、だから何かあった時にその協力したいっていう、なんかそことつながれてるっていうのはすごい安心感というか、すごい頼もしいですし、なのでいろんな人巻き込みながらできそうだなと思ってます。いろんな SNS で僕中地さんフォローしてるんですけど、まあ、はい、ありがとうございます。とかツイッターのサブアカウントとか、はい、なんかその対談毎日しながらその、うん、いろんな媒体で情報発信して、で最近またインスタも始めたと思うんですけど、あ、はい、これそのインスタにチャレンジしたなんか理由みたいなところを聞きたいなと思ってました。あ、インスタの方ですか。はい、インスタはほとんどやったことなかったんで、はい、やってみたいっていうのが一個、はいはい、あとは YouTube の対談でインスタの話になることも結構あるんですけど、はい、僕はそれこそインスタやってないんであんまり何も言えないんですよね、はいはい、攻略方法というかノウハウみたいなのが分かんなくてもいいんですけど、はい、なんかインスタで何ができて何ができないかぐらいは知らないと話しにくいんですよね、はい、例えばインスタ、例えばこういうのやった方がいいですよって、いやインスタそれできないって言われたら、はい、なんかいい確かに、その辺は知っときたいなと思って、はいはいはい、なんかそういう感じですかね。別になんかそこに戦略とか特別な狙いがあったかって言われたら、はい、正直別に何もなくて、あ、なるほど、まあインスタライブとかやってますけど、まあでもそれもせっかくインスタ始めたからインスタライブやっちゃおうみたいなぐらいで、はいはいはい、それでどうこうっていうのは全くない、ね、ああそうですね、はい、まあ、基本的な部分のちゃんと理解をしておこうっていうところなんですね、うん、まあもちろんなんかそのやっていく中でノウハウとかそういうのが、はい、出てきたらいいなとは思うんですけど、はい、まあ、ただあんまりこう僕のやってるようなことと相性がいいとは思わないので、はい、まあキャンプとか多分バチバチの相性いいんですけど、あ、そうですね、はい、視覚的な、はい、うん、そうそう、ビジュアル的なのもあるし、はい、映えるじゃないですか。そうですね、はい、全く僕の仕事なんて映えないので確かにインスタで投稿するのは難しいですね。はい、マジで難しいですはい、はい、確かにそういう意味だとやっぱりツイッターとかの方が相性はいいですよね。なてかツイッターでいいよねってなっちゃうんですよね。はいはい、なんかわざわざ写真つけて投稿しないといけないと、写真ないけどみたいな別にツイッターでいい。あとちょっと気になってたのは、うん、あのその中石さんってめっちゃ働いてるイメージなんですよ。働いてるって言ったらちょっと言い方あれですけど、はい、なんかそのそれを突き動かす源泉というか、いやそもそも自分が法人やってるからだよっていうのは当然あると思うんですけど、うん、なんかその頑張る理由というか、なんかどういうものがエネルギーになってるのかなっていうのをちょっと知りたかったです。あ、元をたどれば自分が楽しみたいからっていうのが一番かなとは思うんですけどはいはい、まあ、でも家族がいて、はい、会社にはスタッフがいて、はい、スタッフには家族がいて、はい、でまあスタッフって、まあ、従業員もいれば、業務委託で働いてくれてる人もいるんですけど、はい、例えばスタッフとかで言うとスタッフのために働いてるみたいなの結構大きいなと僕は思っていて、はいはい、世の中ではすごく能力があってちゃんと仕事ができるけど能力の無駄遣いをして、まあ言ったらその生産性の高くないというか、もっとめっちゃしょうもない仕事をしてる人すごい多いと思うんですよ、はいはい、だったらそんな仕事してないで、うん、うちの仕事を手伝ってくれと、僕はやりたいことがいっぱいある人間なんで、はいはい、この仕事を手伝ってくれれば多分それを今やってる仕事よりも多くの人を助けることができるし、うん、それでその人にお金を払えるんだったらその方がいいんじゃないかなみたいな、まあ確かにそうですね、うん、っていうのはあるかもしれないです。はい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 、あとはね、これは単純な承認欲求もあるんだと思いますね。あ、はいはいはい、なんかお金を払いたい、はい、例えば、まあ、これも例えば従業員とかね、はい、お金をたくさん給料をたくさんもらって嫌な人なんていないじゃないですか、はい、
まあもちろんみんな働いてくれてますけど、僕も働いて、それで会社の売り上げが上がれば、いっぱい給料渡せるわけなんで、給料いっぱいもらったら、あ、この会社で働いててよかったなって思ってもらえるじゃないですか。はいはい。もっと言えば、それを他の人に言ってくれる。はい。働いてる会社はいい会社だっていうのを言ってくれれば、別にそれで従業員を増やしたいとかがあるわけじゃないんで、どうこうはないんですけど、はい。と思ってくれたらすごい嬉しいなっていうのがあるんで。なるほど。でも働くからこそいろんなものが生産できて、はい、まあ、いろんな事業とかサービスとかそういうのができると思うんで、はいはい、まあ、そういう意味では誰かのために働いてるっていうだけじゃないけど、はい、それがあるからこそなんか自分が働けていろんなことできるんで、だから回り回って自分が楽しいかなっていうところにつながっていくんですけど、はい、いやなんかその普段中井さんを見てる人たちって割となんか、はい、冷徹な部分、なんか冷徹っていうか、はい、結構無機質な感じがすごくあって、はい、でもなんかどういう思いでやってるんだろうなとか、うん、割となんかそのブログやってる人とかってこう稼ぎたいとか、うん、それも全然いいと思うんですけど、なんかそれだったら別に個人の範囲でもできるじゃないですか。だそこからなんか法人化して規模を大きくして、なんかいろんな事業をやっていく、そこにはなんかどういう理由があるんだろうっていうのをすごく知りたかったんで、ああ、なるほど。他にも多分そういう中地さんのパーソナルな部分を知りたい人がめっちゃいると思いますね。聞いたらあんまり出す部分出すことがないんですよね、そういうの、はいはい、やっぱ会社を立ち上げた時っていうのはもっと会社を大きく従業員とかも増やしてやっていこうとかって思ってましたしね、はいはい、今みたいに別にそんなに増やす気ないとかって全然思わなくて、はい、まあ、でもいろいろやっていく中でまあ違うなっていう、うん、絶対にうまくいかなくなるのはもうわかる、はいはい、し自分が本当にやりたいことはそういうことじゃないなっていうのが分かったんで、うん、そんなに人も増やさずにでも、はい、いろんな商品とかサービスを作って、はい、まあ、で自分に影響力をつけていろいろやっていこうみたいな、なんかそんな感じですね。なるほど。絶対本気で動かないとそういうの気づけないじゃないですか。今のが正解かどうか分からないけど、僕は気づくまでに法人化してから5年とかはかかってますね、はい、うん、なるほど、遅いんですけど、はいはいはい、分かんない、ここそれが気づいたの本当にここ数年の話で、はいはい、いなんか僕もたまに思うのが、今はキャンプが好きなんでこの領域でやってますけど、でもなんか結局僕がやりたいことってそのキャンプ場とかアウトドアショップの課題解決であって、なんかもうそれってもうビジネス全部そうじゃないですか、はい、基本的にはその課題があってそれを解決してそれに対してお金をもらうっていう、そうですね、だからもしかしたら数年後、まあ、一つの切り口としてキャンプでっていうのはあるかもしれないですけど、うん、全然違うことやってるかもしれないですし、確かに、うん、なんか半年間いろいろやってきたからこそ、まあ、今やりたいことも見えてきましたし、なんかそこはすごく共感できますね。よく言いますけど、やっぱり自分がやりたくないことを明確にしていく方がいいかなとは思いますね。あ、はいはい、なんかやりたいこととかなっちゃうとそのなんか無限に出てきちゃうんで、はい、でもやりたくないことって自分がはっきりもうこれは嫌だ、例えばクライアントワークみたいなのは絶対に嫌だ、はい、って思ったら、まあ、それは全部もう切り捨てていってしまえば、はい、あと残ってくるものってある程度自分がやりたいものとか楽しいと思えるものだと思うので、はいはい、じゃあ自分は何がやりたいのっていうか何をやりたくないのっていうのを明確にしていく方が楽だし早いよなとは思いますね、はい、うん、まあ、でもそれを知るためにはやっぱりいろいろやってみないと分かんないんで、はい、いやでもなんかブログとか、まあ、インスタなり SNS なりでなんかそれでご飯食べれる人を増やしていきたいなってすごく思ってるんで、なんか惜しみなくそういうノウハウを僕も出していきたいなと思ってます。やっぱキャンプ系とかアウトドア系のブロガーってことですか。まあ、特にまあ そこの方との関わりが特に多いからだとは思うんですけど、その好きを仕事にするって結構難しかったりするじゃないですか、まあ、別にそもそもそれを仕事にしたいと思ってない人はいいと思うんですけど、うん、でもやっぱりそこでね生活してきたらいいっていう方が割と周りには多いんで、そこのやり方というか仕組みというか、なんかそういうものをきちんと作りたいですね。なんかあんまりそういうのやってる人いないから、それはめっちゃいいかもですね。さっきも言ってましたけど、はい、キャンプ系の人は、アウトドアもそうか、マネタイズに困ってるっていう話で、はい、はいはい、そこのちゃんと仕組み化ができて、キャンプ系とかアウトドアをやる人は Amazon とか、はい、そういうもののアフィリエイトだけじゃなくて他のマネタイズ方法もあるっていうのは用意してあげられるとめちゃめちゃ助かると思うので。いやそうなんですよ。だからまあそういうプラットフォームを作るのか、めっちゃ具体ですけど僕が仕事柄その営業資料作ったりするんで、うん、その自分のデータベース、フォロワーさんであったり
そのブログのデータベースをきちんと可視化して PR を依頼するメリットをちゃんと理解してもらえるような型みたいなものを作ってそれを使ってもらうとか。なるほど、まあ、そういうのも全然ありですね。それめっちゃ重要あると思いますね、はい、今、はい、まあ、キャンプブロガーとか、アウトドアブロガーって多いじゃないですか。はい、多いです。ほとんどの人がマネタイズとかそういういろんなこと困ってると思うので、はい、それを専門に解決するっていう人いないと思うんですよ。それ僕も絶対できないですし、はい、僕はそんなにキャンプとかアウトドアなんて分かんないんで、うんうんうん、ブログの話はできてもそういう話はできないから、はい、そこを解決するっていうのは本当にありだと思いますね、はい、やってる人も絶対いないし。そうですね、まあ、だから僕がそこでまずはきちんと自分が成功してそういう型みたいなものが作れたらいいですね、うん、確かに、はい、割と壮大な。そうなんですよ、全然2ヶ月前に言ってたことと全然違うので。確かに。はい、一個そのインスタとブログが、はい、めちゃくちゃ相性いいよみたいな話はしたいなと思ってて、はい、これ何かっていうと、これまで僕の考え方っていうのが、はい、ブログにつなげるためにインスタを頑張るみたいな感じだったんですよ、うんうん、なのでインスタでまあ何か投稿して、で割とあえて抽象的な内容にして、で詳細はブログを見てねっていう感じでしてたんですけど、うん、そこそこ動線としてはこう成立してたんですけど、あんまり思いようになくて、はい、でめちゃくちゃ当たり前なんですけど、そもそもインスタとブログを見る人は目的が違うっていう、うん、なのでなんかそうじゃなくて、インスタはインスタできちんと完結する内容にしようと思って、うん、それをやるようになってからフォロワーが一気に増えたんですよ。その中でさらにこうどうやってエンゲージメント上げていくかみたいなのを考えてるときに、あのインスタってこのストーリーの投稿にあの質問を投げたりできるんですけど、うんうん、でそこでなんか例えばフォロワー2000人記念で何か質問どうぞとかっていうのは1000人単位ぐらいでやるんですけど、なんかその時に、じゃあ子連れにおすすめのキャンプ場を教えてくださいとか、まあ、なんか犬が連れていけるあのキャンプ場を教えてくださいっていう質問が来たりする、はい、でそれにまあ一個一個答えていくんですけど、なんかその時に過去に自分がブログの中で紹介したキャンプ場とかをピックアップして、はい、でそこのブログのリンクを貼ってあげると、まあ、それを飛んで詳細ブログを見ていただいて、はいはい、かつ絶対フォロワーの中には同じ質問した人いっぱいいるんで、はい、そういう人たちはみんなリンク飛んでくれるんですよ。なるほど、はい、なのでなんかそういう形であのブログにを見ていただく、本当にニーズある方にブログを見ていただいたりとか、最近はずっと毎週金曜日ぐらいにあの週末のお出かけの参考にっていうので過去にあげたアウトのショップとか、はい、例えばあのテントが張れる公園特集とか、そういうのをまあ金曜日とか木曜日とか週末どこ行こうって考えてる人とかは絶対見てくれてるはずなんで、はい、なのでそこで安定的にこうブログの方の PV が伸びるっていうのはなんか今仕組みとしてできつつあります。なるほど、それでもいいですね、確かに、はい、めちゃくちゃいいなと思いますね。インスタしかできないなと思いますね。確かにブログとインスタが連動して使えてる感じがありますよね。はいはい、キャンプとかアウトドアブログやってる人はめっちゃ参考になりますよね、はい、あ、そうですね、はい、なんか視覚的に興味持っていただいて、まま、詳細知りたいっていうのでブログに飛ぶっていう、なんかあんまりいまいちこう体系化されたものがないような気がするんで、はい、なんかツイッターとかってやっぱやり方が出回ってるというか、ツイッターのノウハウ多い気がするんですけど、インスタのノウハウってまだまだやっぱ少なくて、はい、あったとしてもなんかその有料ノートになってるから、はい、あんまりこう思ってるんだよみたいな、はい、なんか結局そういうノウハウってまあ割と抽象的で、じゃあ具体キャンプに落とし込んだ時何ができるんだっけとかっていうのは結構ハテナだったりするんで、うん、いや本当そうですね、はい、それはなんか僕も YouTube やってて言われますね、自分のジャンルだったらどうなるんですか。はいはいはい、もう今までに1万回ぐらい言われました。なんかまあ難しいですよね、具体落としすぎたら対象になる人少なくなっちゃいますし。そうですね、なんかある程度体系化しながらも誰が見てもできるみたいな内容にすると結構難しいと思うんで、どこまで抽象的にするか、はい、結局幅広い人に、フォーカスすればするほど抽象度って落ちていくんで、はいはい、結局だからなんだギバーとテイカーみたいな話ありますけど、はい、まあ、あれもめちゃくちゃ抽象度高いじゃないですか、はい、言っても、はい、でもだからこそ誰が読んでも参考になる、うん、だからその辺の調整っていうのは本当難しいなとは思っていて、はいはい、具体化してあげる方が参考になる人もいれば、はい、なんか僕はだからあんまりそう具体化せずに
まあてか扱ってるとかブログ全体で広いし、はい、そこまでだから一個一個のジャンルについて全部詳しいわけじゃないんで、そうですね、うん、まあ、アウトドアについてそんなに具体化できるかできないやったことない、りょうすけさんみたいなのはいいと思うんですよね、りょうすけさんとかはねそこでブログやってるから、はい、なんかそれをやることによっていろんなところで、まあ、いろんなつながりが生まれて、はい、いいことがあると思うんですけど、はい、僕の場合はあんまりそこばっかりやったところで、例えばアウトドア好きのブロガーさんを増やしたところでそれどうするっていうところに、まあ、そうですね、はい、なっちゃうんで、はい、だからできないんですけどね、うん、はい、でも助かる人は絶対いると思うんで、いや、ね、いいと思います、でも、はい、ぜひやってほしいなと思います、僕ができないんで、はい、わかりました。僕も絶対みんな出た方がいいと思ってて、なんかいや僕もそう思いますなんかこれ別になんか打算的に TV 数伸ばしたいからとか露出増やしたいからで僕は全然いいと思ってて、はい、うん、なんか僕も最初はそういう気持ちでやりましたけど、はい、けど結果的になんか目に見える PV 数ってそこからどうなるかって結局自分の記事のクオリティ次第だと思いますし、うん、でもなんか僕は価値あるなと思ったのは結局はその目がきっかけでそのつながりがたくさん持てたこと、うん、でそこから僕みたいにこうキャンプ場系の話であったりとか、なんかいろんなブロガーさんとかとつながれたりとか、結構ブログって孤独にやってるケース多いじゃないですか、一人で副業でひそひそと始めて、はい、なんか情報交換もできなかったりとか、はい、そういう意味ではそこですごいつながりが増えて、なんか同志みたいな、それは僕すごく出て一番収穫があった部分だと思うんで、もう別に迷うぐらいやったら応募したらいいのにって、確かになんかそんなマイナスになることってないと思うんで、いや全然ないです、むしろ、うん、あの僕高橋さん知り合いなんかな、あの前職の先輩で、はい、10年前ぐらいからブログとか、まあ、そういうアフィリエイトやってる人がいて、うん、で僕その当時一緒に働いてた頃はめちゃくちゃ怪しい仕事してると思ってたんですよ。その当時そんな副業とかなかったんで、はい、仕事終わり会社の近くのカフェでいつもパソコンやってて、はい、その人実はもうブログメディア10個ぐらい持ってて、何百万で稼いでる人なんですけど、うん、その人が中西さん あの対談見て連絡くれて、はい、あの凌介やってたみたいな、でそれがきっかけで、うん、その次の日ぐらいにズームして、もう本当に記事の具体まで全部見てくれて、すごいですね、この書き方意味わからんとかこのリンクの貼り方、はい、マジでいけてないとか、すごいですね、それをすごい教えてくれて、うん、そういうのがあったりとかしましたし、あの僕の会社の上司もたまたま YouTube 見てて、そうなんですよ、別に全然マイナスのイメージなかったんですけど、あのすごい応援してくれてて、はい、なので、まあ、顔出ししてリスクあるかなと思ったんですけど、別に今のところは、うん、いい風にしか働いてないですね。ああ、それは良かったです、はい、顔出しも、まあ、してくれる方が嬉しいんですけど、はい、やっぱ動画としてはやっぱり顔出てる方が、まあ、完成度は上がると思うんで、そうですね、はい、ですけど別に顔出しできないから、はい、断るとかも全然なくて、顔出ししない人もいるんで、はいはい、まあ、だからね、なんか気軽に対談出てほしいなと思いますよね、はい。ブログの方をもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化までを体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する SEO ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。2回目ということで対談に出たその後をちょっと聞いてみたんですけど、はい、まあでも本当になんかいろんな、まあ、いい反響があったようで僕は嬉しいです、はい、改めてね、どういう反響があったとか、はい、どういういいことがあったっていうのを聞くことはないので、はい、まあ、それを多分初めてだと思うんですよ、うちの対談出てくれて、はい、もう一回出てその後を追うみたいなのは、はい、なのでそれがだからいろんな人とのつながりがまたできて、で仕事につながって、そうですね、うん、それがなんかまたねこれからどんどん加速していくような気がするので、はい、まあ、ぜひね頑張ってください。わかりました。またあれですよ、これ第2回ですけど第3回、第3回もそろそろコメント欄にもうこの人いいですって言われそうですか、ね、確かにニーズがあればぐらいで、はい、はい、そしたらじゃあ今日の対談これで終わりにしようと思います。ありがとうございました、はい、はい、ありがとうございました。